音無美彦と村井真由美のお料理しましょう。さて今日は今日はこの YouTube チャンネルを作るきっかけとなった、あのマラサダの動画がドーナツのねそうあるんですけど、 Facebook でね結構皆さん見ていただいたんだけど、それを今日は載せたいと思います、なのでまだまだ全然クオリティも、今もですけど携帯でやったので低いですし、どういう風になるかわからないんですけど、でもでもあれなかなかよくできてるって評判だったね。あれはほらあれを見た春風ひとみさんがあの YouTube やったらって背中を押してくれて、でも一番乗り気だったのは誰だっけ？俺だよ。俺だ。そうなんです。うちのパパがやればってこのほらね自粛生活でもうずっとお家にいて、できることといったらお料理かなと思ってね、今いろいろと皆さんにあのやっていただけたらいいなと思ってね、これはほら子供と楽しくできるでしょ。そうとってもあの簡単なので、やってもらえたら、はい、それではどうぞ。